アビムスは、アメリカ合衆国テネシー州ジョンソンシティ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。相性はゴルド。デートン大学で2年間投手で所属し、21試合で7勝4敗の記録を残した。また、後に、再び同僚となるクレイグスタメンとチームメイトであり、二人ともコミュニケーション学科だったため、授業も同じでいつも一緒に行動していた。 2004年の MLB ドラフト17巡目で、シカゴカブスから指名され、6月23日に契約。この年は3の、参加の A-9 ボイシホークスで、プロデビューし、23試合に登板した。2005年は、A 級ピオリアチーフスで投げたが、2006年には、A、A-9 ボイシに戻り、他にも A 級デートナカブスや A 級ウエストテンダイヤモンドジャックスでも登板した。 2007年は A 級デートナで開幕を迎え、15試合で1勝0敗、防御率0.38の成績を残したところで5月15日に A 級テネシースモーキーズに昇格した。同球団では23試合に登板して2勝2敗、防御率1.53の成績だった。2球団合計では38試合で3勝2敗、防御率1.02だった。 オークランドアスレチックス時代2007年7月16日に、ジェイソン・ケンドールとのトレードで、ロブ・ボーエンと共にオークランドアスレチックスへ移籍。移籍後は、参加の AA 級、ミッドランド・ロックハウンズで17試合に登板して1勝3敗、防御率3.32の成績を残し、8月31日からは、トリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツに昇格。 マイナーのシーズン終了前、1試合に登板して2回、2、3を批判だなしで勝利を挙げ、チームに貢献した。9月15日にメジャーに昇格すると、16日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューし、9回に登板。デビッド・マーフィーから三振を取った。この年は、マイナー通算56試合で、通算5勝5敗、防御率1.63。 一試合平均11.87、打席、77回1、3イニングで102個の三振を奪った。オフの11月に開催された第37回、アイブフワールドカップのアメリカ合衆国代表に選出された。2008年はメジャーとマイナーを行き来し、トリプル A 級サクラメントでは28試合に、登板して2勝2敗、防御率2.78。 ホイップ1.14の成績を残し、メジャーでは36試合に登板して1勝3敗、防御率3.11、ホイップ1.19の記録した。2009年も、メジャーとマイナーを行き来し、トリプル A 級サクラメントでは45試合に、登板して5勝3敗、防御率3.84、ホイップ1.31の成績を残し、メジャーでは20試合の登板で、 防御率4.84、ホイップ1.12を記録した。2010年は初めてシーズンを通してメジャーで投げた。主に左のワンポイントとしての起用で63試合に登板し、対左の左率228を記録。2011年8月3日に40人枠から外れるが31日に再昇格する。この年は26試合と、 当番機会が減少した。2012年、2013年は60試合以上に、当番している。ワシントンナショナルズ時代2013年12月11日に、ビリー・バーンズとのトレードで、ワシントンナショナルズへ移籍した。2014年1月17日に、ナショナルズと1年契約に合意した。この年は64試合に当番するも、防御率4.87と、 やや不調だった。オフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出された。ニューヨークメッツでの現役時代2015年3月30日にマットデン、デッカーとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2014年までは3年連続で60試合以上に登板していたが、 2015年は二度左腕を骨折した影響で7試合だけの投板に止まった。しかし5.0イニングを無安打無支給と完璧に抑え一勝を挙げた。2016年からは背番号が39に変更となった。この年は故障から復活しチーム内で3番目に多い73試合に投板した。 オフの11月3日に FA となったが、2017年2月9日に1年契約で再契約した。2017年は75試合に登板して6勝、0敗1セーブ、防御率2.94、69奪三振を記録した。2018年は64試合に登板して3勝2敗、1セーブ、防御率4.85、41奪三振を 記録した。オフの10月29日に FA となった。2019年2月4日にアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕後は、参加の AAA 級ラスベガスアビエーターズでプレーした。2019年4月28日に、金銭トレードでアトランタブレイブスへ移籍し、即日で、 メジャー契約を結んだ。5月14日に DF となり、17日にマイナー契約で参加のトリプル a 級グイネットストライパーズへ配属された。5月18日に再びブレイブスとメジャー契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。2020年1月20日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年12月11日にニューヨークメッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年4月28日に現役引退を表明した。ありがとうございます。